MSTV ニュースをお伝えいたします。株式会社スバルは新型レヴォーグを8月20日に先行予約を開始いたします。新型レヴォーグは新世代アイサイトを全車標準装備、さらに 3D 高精度地図データを採用した高度運転支援システムアイサイト X を搭載したグレードを新たに設定、そして快適性や積載性を実現するワゴン機能やインテリアに磨きをかけました。大型センサーインフォメーションディスプレイやアイサイト X 搭載グレードに採用のフル液晶メーターで構成された先進的なデジタルコックピットは、運転に必要な情報の認知から操作をよりスマートにサポートします。なお、価格の方は未発表となっております。以上、MSTV ニュースでした。お疲れさんでした。お疲れ様でした。スバルのですね、はい、レヴォーグ、まあ、レヴォーグアイサイトというですね、自動運転、はい、支援システムを搭載した車両の新型がですね、はい、話題の新型が。話題の新型です。はい、何が話題だと思います？こちら先進のアイサイトですね。アイサイト X。X 出た。それ違う X の方が X 言ってるでしょ。実はですね、はい、私はこのレヴォーグアイサイトの、はい、体験イベント、はい、アイサイト体験イベントっていうのは日本全国でいろんなところで、はい、あのプリクラッシュブレーキ、あの壁に向かって走ってって自動でブレーキしてくれるとかって、あれを実は全国各地で運転してたんですよ、はい、あのそうなんですか。ウィズミー、株式会社ウィズミーの、はい、あの壮行会イベント、要はクローズドコースでイベントやる舞台がみんな行っていて、はい、私もですけど、はい、うちの神永代表、はい、そして中の人も、実はあのプリクラッシュブレーキの運転手役かつ一般の人を乗っけて体験走行っていうのをね、日本全国各地で出た時にやってたんですよ。全国回ってね、そんなワクワクすることが。その時もこのね、スバルのアイサイトはやっぱりね、安全運転支援システム、自動追従とか自動運転になっていく日本の最先端を行くっていうのをすごく実感してて、車事業でね、はい、車でこう経済を活性化させてる日本の中で、機械プラス電気、うん、で電気もやっぱり日本のお家芸でなきゃいけない中、うん、自動運転に関してやっぱり日本が最先端を行かなきゃいけないっていうすごく思いがあって、スバルがそれをすごくやってて、やっぱり日本がこの車社会をね引っ張っていくんだっていう思いがすごくあった。うん、だけど近頃、はい、メルセデス、 BMW、はい、テスラ、はい、もうね、安全運転支援じゃないけど自動運転化なんて海外のメーカーがめちゃめちゃすごいもん出してきて、本当ですね。実はこのアイサイト X って、はい、あの今 BMW、 我々がね最後に乗っていた BMW の、はい、自動運転なんかは、うん、バック50メートル自動でするとかね、うんうんうん、あとは高速道路ハンズオフ機能、手を離して高速道路の渋滞をね行けるとかっていうのをやって、うん、うわもうこれ全然追いつけないな、はい、法の整備、要は日本の首都高でも手を離せるっていう法の整備からして海外のメーカーがやってきて、いやー何をやってるんだ日本って思ってたんだけどこのアイサイト X、 はい、このハンズオフ機能って渋滞路で手を離してもいいですよっていう自動運転ね、はい、うん、これね俺ちょっとまだよくよくまだねいろいろ調べてるんだけど、はい、高速道路って限定されてないんですよ。え、俺一般道でもしかしたら50キロ以内とかっていう、まあ、もちろんいろんな制限があるんだけど、そうですね、うん、地図データをもとにね、はい、ここだったらハンズオフ手を離して渋滞をまかなってもいいですっていう、あれもしかしたら日本トップ返り咲きって、あの日本がトップ返り咲きかどうかは別としても、はい、あ最先端もう一回このスバルが行ったっていうね、ね、
ここに俺はもうこのアイサイトレボーグの出た衝撃っていうのはよしもう一回行くぞみたいなねっていう思いがある。もう詳しいことはねもう出てからいろいろやりたいけど、そうですね、実はこのプリクラッシュと安全運転とかって、はい、クローズドコースじゃないとねちょっといろいろ体験できないものが、あ、まあ、実際にやってしまうと、ね、あのプリクラッシュなんか怖くてできないからね、はい、あのそういうクローズドでやってたんだけど、はい、今回ねプリクラッシュって我々は障害物に向かってビューって走ってったら自動でブレーキかけてくれるって、はい、あのあれが今回ね信号を右左折時にも行って、はい、横断歩道に人が歩いてたらブレーキをかけてくれるって、あの横も見てくれるカメラで、あ、いわゆる視覚というところも、そうそうそう、もう感知してそれが障害物か人かっていう感知しながらブレーキをかける、あの横断歩道を歩いてる人の急な飛び出しとかね、ありますね。あれに対して今まではやっぱり言えないわけよ、はい、真正面しか。それが今回アイサイト X は搭載しているということで、すごい、やってみたいけど、まあ、やるんだったら例えば俺が交差点を曲がるときに中の人が横断歩道をバーって歩いてくれて、あでもそうやってやりたいけど、まあ、そうですね、身内内でやって、うん、はい、今回のねやっぱりレボーグ、まあ、スバルに関しては、はい、日本でねこの自動運転化を進めるのにあたってはものすごくその最先端を行きながら、これがゆくゆくトヨタへとかって技術がねどんどん広がっていく中で、ちょっと日産だけは別ルートでやってるんで、まあ日産との戦いもあるかもしれないんだけど、でもやっぱりこういうニュースがね日本の中で出てくるのは俺としてはやっぱり嬉しいかなと。唯一私がですねちょっと懸念しているのはそのカメラ、ものすごくあの繊細に見てくれるカメラの会社がですね、はい、元はですね、はい、日立オートモーティブシステムズがそのカメラをやっていたんですが、はい、私このカメラのシステム自動運転のカメラのですね、はい、実は株とか結構買ってたことがあるんですけど、そうなんですか、いやこれがですねなんと今回、はいはい、スウェーデンの会社に変わってしまったんですよ。あれららら、どうしてなんでだと思います？あのね、はい、なんとも言えないけど、はい、日立オートモーティブシステムズって実は私の元スポンサーであるユニシアジェックスとかの人たちもいっぱいいるんで、はい、俺はもう日立でやってほしいなっていうね、考えがあるんだけど、日本のね、うん、やっぱり量産性もあるだろうし、はい、まあ、もしくはね、日立オートモーティブシステムズは日産系にもいっぱい出してるんで、ある程度、まあ、対抗意識でやってるのかもしれないし、だけど日本の会社の中で高性能で最も自動運転が安全に行われる車社会へっていうのを日本の会社で進めてほしいなっていうのは一つある。そうですね、うん、これ難しい問題だけど、でもね、はい、ちょっとこのレボーグ新型アイサイと X についてはね、やっぱり乗ってみたいね。あ、本当に乗ってみたいですよ、うん、だから試すのちょっと難しいんだけど、どこで試すかって、メーカー、はい、メーカーではこれ試乗会やってくれて、その試乗会の内容みたいなものがもうある程度出てると思うけど、はい、まあ、私がこのニュースで言いたいのはやっぱり日本がね、この自動運転化の最先端を世界のどこよりも、はい、BMW よりもメルセデスよりもっつったら、もちろんねそこのメーカーもね、はい、頑張ってるんだけど、やっぱり日本は日本で車機械のものづくりと電気を組み合わせて、そこにあとアニメーションが加われば、おー、日本の強みですね、うん、あ、まあ、はい、あと食どこにあ、いや、まあでもねそこは負けてほしくないわけよ。そうですね、車と電気、はい、アニメと食、はい、ここはね絶対負けてはいかないんで、譲れない、このスバルのねレボーグはね、はい、ぜひ期待しております。本当ですね。あ、価格ね、はい、まだ未発表ですけど、うん、そうですね、ね、全モデルまでは260万円台ぐらいからアイサイト搭載モデルを確か変えたはずなんだけど、はい、今回このアイサイト X 搭載モデルは、はい、まあ、315万ぐらいからかな、うん、か、まあ、300万円台にちょっと入ってしまったんですけど、まあ、全然それでも、全然それでも外車で買ったら500万以上ですから ね、はい、ですよね、やっぱりそれを、うん、300万ちょいで、うん、この自動運転のね最先端を、まあ、体感できていくので、うん、うちだって車有車で欲しいもん。あ、欲しい。300万ちょいだったら車有車で買っても、みんなで乗って、はい、遠出して
安全運転できるじゃん。安全運転できますね。本当に欲しいと思うもん。も余裕があったら買いたいよ、はい、俺は。余裕があったらレモン号を車輸車に買いたいよ。荷物いっぱい詰めるし便利だし便利、メンテナンスやっぱり国産だからね、安いし、 そうですね、それでいて、うん、全社員の安全を守れる。いや素敵、素敵でしょ。誰乗ってもいいってことですもんね。あのちゃんと任意保険入れてる。あ、それはそれはね、車輸車としてね、任意保険入れてる、はい、でもね、疲れないよこれ、これで遠征行ったらね、うん、本当ですね。だ唯一ちょっとバイク積めないんでね。あ、それはね、うん、バイク積めるやつにアイサイト X が、まあ、どんどん形は ね、変化していってくれればいいですよね、うん、はい、はい、ということでね、はい、ぜひあの試乗できる日を待ちましょう。きょんちゃんぜひあのスバルに交渉してくださいよ。ああ、やりに行きます、行きます、はい、うん、やりましょう。はい、はい、以上、ぜひぜひ、スバルレヴォーグアイサイト X 搭載型でした。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。